夏だな。おはよう。夏だ。そうだね。暑い。暑いね。溶けちゃうぜ。溶けちゃうね。元気？元気だよ。1ヶ月ぶりだよ、ラジオ。ね。1ヶ月？ 1 ヶ月以上かな。久しぶり。久しぶり。まあ、その間普通にゲームはしてたけど。しかもなんなら今もリモートやからあんまり変わらん感じするわ。そうだな。ああ、うん、何してた？どうよ。元気だった？何してたの？つい昨日一緒にエーペックスやってたやろ。おう忘れたとは言わずにぞ。一応こうさラジオだからさ、そのね、うん、知り得ないところ合ってない、合ってない手でやろ。合ってない手で、合ってない手で1ヶ月。オッケー。さあおー、夏だね。元気してる？元気して、元気だよ。じゃあ、撤収。撤収？うん。違う。タイトルコールだ。タイトルコールに行くんだ。行きましょう。行きましょう。僕、アマンスキと。YouTube でラジオ番組をお届けしています。番組のコンセプトはみんなで作るです。しばらく更新が空きましたが、気がつけば今回で10回目。久しぶりでもあるので、まずはちょっとね、皆様コメント紹介などしていこうかなと思いますが、クロちゃんお願いしてもいいですか？はい、メイダさんっていう人からねコメント来ててね、はい、お、インドネシアのファンの方ですって。うわ、読んでいい？うん、ちゃんと英語の部分も読んで。読まないよ。読んでね。読まない。あ、ダメ。じゃあ分かった、わしがさ日本語の方読むから。いやね、ダメダメダメ、違う、クルちゃんが読むんだって。クルちゃんが読むんだよ。なんで？なんでだよ。クルちゃんが読むんだよ。いや、おかしいだろ。じゃあ分かった、いや、分かった分かった。じゃあわし下読むから、英語のところ読むから、うん、次日本語のところ読んで、うん、いいよいいよいいよ、先に英語のところ読んで。ハロー、クロネコさん&アマツキさん。はい、翻訳して。黒猫さん、マスキさん、こんにちは。I'm your fan from Indonesia. 私はインドネシアのファンです。Really love this radio. 黒月のわがままラジオが大好き。I can understand the conversation even just a little.、うん、このラジオの話は少しでも終わります。I'mGlad that I learned Japanese in high school. 高校で日本語を勉強できてよかったです。Always support you too from the bottom of my heart. 心から応援してます。I'm sorry if my Japanese is not good.日本語勉強中なので間違ってたらごめんなさい。どんな日本語書いてるとこ読む方がいいやんか。え？いや違う、クロちゃんがやっぱ読むことに意味があるよ。意味を持たすな。なんでだよ。いやでもすごいね、インドネシアの人からね、うん、コメントが来てましたわよ。いや海外のラジオとかまで聞くってなると相当な熱量よ。いや本当よね、だってさ、もうこの人も日本語勉強中やから間違ってたらごめんなさい言うてるけど、十分うまいからね。そうね。おいえ。うん？なんて？おいえ。おいえ。何がきっかけで知ってくれるんですかね、こういう海外の方とかは。ねえ、ツイッターとかなんかな、もしくはおすすめ一覧にポンと出てきたりとか、うん、YouTube の動画とかなんですかね。うんうん、ありがたいですわね。まあそう、何にせよありがたいなというところでございますか。ですね、じゃあちょっと、まあ、イラストの紹介、イラストっていうかあれなんですけど、まあ、紹介していこうかなと思います。はい、アホのヒカルさんからいただきまして、お、あつ森でラジオの様子を再現してみました。クオリティ低くて申し訳ないです、よかったら見てくださいっていうことで、あの、うん、僕らのこのわがままラジオのこのつばるさんが描いてくださったイラストを再現してくれた
写真をいただいてですね、これすごくないですか。すっごいね。なんかさ、 DS の位置とかもさ、すごい細かいし、やな、テレビの場所とか、このちゃぶ台のこの配置もそうやし、何より髪型とか服装とかさ。ね、これはすごいな、やっぱなんかなんすか、あの、僕もあつ森も最近あんまりやれてないですけど、うん、あのすごいね、可能性が。え？ん？すごいね、可能性が。うん、可能性が。あ、で終わり？え、うんうんうん、可能性が何々何々って言うかと思って待ってた今。可能性があるなと思って、だってもう、うん、何、島クリエイターもそうだけどさ、なんか服とかさ、その地ってか地面をさ作ってさ、あ、はいはい、マイデザインね。そう、マイデザで、うん、なんかもうお城作ったり、逆にもうめっちゃは何、あの昭和風にしたりみたいな、とかレトロなの作ったりとかさ。あーね、なんかさ、うん、影とか入れる人いるじゃん、マイデザインで、うん、そう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 、いやーマジすごいよな。なんか逆にすごすぎて俺やめたもん、だからもうついていけないこの世界にと思って。ああ、そうなんか、上がすごすぎて、なんかもうね、なんかツイッターとかにあるすごい作品とかをなぞることしかできなくて、うん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 、いやこれじゃあ俺はダメだと思って終わった終わって、頑張って滝の作ってたのにそう、頑張って作ってたんだけど、うん、頑張ってたけどな。そう、独自性に欠けると思って俺の心は折れた。いやでもさ、うん、なんか、あ、この人のこのなんだろう、あつ森というかデザインいいな、うん、みたいなのをさ取り入れつつ自分らしさを出すってむっちゃ難しいよな。いや、むっちゃ難しいよ。なんかそこに自分らしさ入れることによってダサくなっていくねん、だんだん。あ、わかる、わかる、ある、うん、むずいな。雷鳴ってんね、大丈夫？俺んとこじゃない、違うとこか。メール紹介しよっか、いきます。はい、ラジオネームもこたんさんからありがとうございます。ありがとうございます。最近お二人の影響からやっとエイペックスレジェンズを始めました。いいぞ。ゲーム回数ではレベルはどんどん上がっていくのですが、ん、ゲーム回数でレベルはどんどん上がっ、いや、うちじゃん、やっぱ雷うちだ、やっぱそうじゃん。だからもう読んでるから、もう雷忘れて、もう読んでるから今ラジオネームもこたんさんからもう一回、もう一回、ゴロ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 というわけでね、始まりましたわがままラジオ、はい、かっこかり、今回はお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネームもこたんさんからありがとうございます、はい、最近お二人の影響からやっとエイペックスレジェンズを始めました。ゲーム回数でレベルはどんどん上がっていくのですが、はい、エイムが下手すぎて全くキルができません。どうしたらゲームが上達するのでしょうか。お二人のゲーム攻略方法を教えてください。最後に、ライブがなく生歌も聴けず毎日辛いですが、二人の歌とわがままラジオに救われてます。これからも長く続くことを長くということでね、ありがとうございます。いい、エイペックスレジェンズというゲームがあるんですよね。 FPS ゲームも銃で撃ち合って生き残りをかけてね、はい、戦うゲームがあるんですけどもね、はい、そちらの、 あのエイムがね、まあ、上達しないと敵倒せないと。で、どうしたらゲームが上達するのでしょうかって聞いてるんだ。これはもうやっぱり、あの、このエイペックスレジェンズで最も強いと称されるプレデター隊というのにね、言ってる天月さんにコツないからね、聞いてみたいなと思いますよ。敵を狙って撃つ、それが難しいから教えてくれってコツを、コツを、わかるかね、コツを。脳みそプレデターじゃねえかよ。まあなんか上手い人の動画を見るとか、まずプレイを見る、うん、見る。でなんかその、うん、FPS、 まあ多分音楽とかも割とそうなんですけど、うん、まあ、その発想力を鍛えるんですよ。こういう方法があるんだとか、こういうやり方があるんだっていうのを実行している人のを見る歌とかもさ、なんかフェイクとかさ、あの歌い回しとかさ、こういうのを聞いて、あ、こういうのがあるんだってなって、やっとそういうのにさできるようになったりとかするじゃん、自分流に。なんか、あ、こういう風に歌ってみたらこんな感じかなみたいな。だからなんかゲームもなんかやってみて、その上手い人の見て、まずその理想にこう近づけていった上で自分なりの動きをアレンジしていく、上手い人の見てみたいな、うん、であとはもうちゃんとなんかコツコツ練習すること、歌だったら毎日歌うこと、まあ、ゲームの、まあ、そのエイムを当てることだったら、まあちゃんとそのなんかこう練習場みたいなところがあるんで、そういうところにこもってなんか1日どんぐらい打つとか、なんかそういう、まあ、決まり
を作ってみるとか、なんか今日はここまでからここまでなんか綺麗に当てれるようにみたいなね、自分の中でこう作ったりとかして、うん、やるのがいいんじゃないですかね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、いやこれはね、思ったより真面目に回答しててびっくりした、うん、おいおい、あ、ナイスアドバイスだと思います。じゃあ私からも一つアドバイスよろしいでしょうか。はい、まあ、あのゲームの攻略法をどうしたら上達するのかに対してなんですけど、はい、ダメな時はダメ、いける時はいける、頑張って、頑張れ。以上、ありがとうございました。まあ最終的にはと楽しんでやれるのがいいんじゃないですか。そうよ、エンジョイトゥーゲームよ。そうだよ、クロちゃんなんてもうね、もうずっと FPS やっててめちゃめちゃまだ弱いけど楽しんでやってるから、それがいいんだ。そうだよ、そうよ、最近まで敵の足音聞いてなかったからね。 APEX からである、だから私もちゃんとこう FPS としてやり始めたの。PUBG とオーバーウォッチ2つやってきたけどFPS は、うんうん、いやもう音聞いてなかったもんな、そもそも。音は聞いた方がいいね。そう、音も全然聞かんし、敵がおっても逃げることしかせんかったし、だいたい自分が運転して車に自分が死ぬみたいなのが多かったからそもそもちゃんと撃ち合うみたいなのもやってこんかったしやな。あ、うん、なんかこう結構ね楽しいよ、そっちはそっちで。う、ね、うん、変になんか打てるようになってくるとね、悔しさの方が強くなってくる、だんだん。あー、はいはいはい、だから純粋に楽しめたあの頃に戻りたい。おー、うん、俺割と今はなんか変わらずおもろいけどな。まあ、練習あるのみやな、うん、はい。むっちゃ雷鳴ってんな。いや、すげーことになったね。それが気になって気になって仕方ない。いや、もう雷ラジオだわ今日。黒月の雷ラジオだわ。雷ラジオかっこ変わりない。黒月のわがままラジオかっこ雷かもしれない、これすげえ気になるこれ、うん、まあちょっと天候はどうしようもないんでございますけども、はい、一応ですね、まあじゃあこんな感じでね、コメントしてくれた皆さん、イラスト描いてくれた皆さん、メール送ってくれた皆さん、ちょっとね間が空いてしまったんですが、ありがとうございます。ありがとうございます。引き続きまだまだいじっていきますので、うん、参加お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてこの YouTube ラジオですが、メールを募集しております。多分ね、下ら辺に出てるの、ここら辺かな、うん、この辺、うん、この辺概要欄にもありますので、しっかりと文章を送りたい方、もう140文字じゃ収まりきれねえこの思いという方はですね、ぜひアドレス 962key.radio@gmail.com まで送ってください。はい、うん、まあ先ほどちょっと話が出ましたけども、なんかご存知の方もね、うん、多いかもしれませんが、クロちゃんと前回ゲストで登場してくれたソラルさんとですね、私天月こと、スシマスがですね、日本一有名なエイペックスレジェンズの大会にですね、先日参加させていただきまして、見事見事チーム歌い手がですね、総合3位になりました。はい、ありがとうございます。あー、はい、またもうミルコデコボした、やばいって。あんた、これ2回目だよこれ。何をしてるかね。ちょっと話しといて、話しといていいよ。はい、はい、レイジーレギオン道場カップというね、はい、はい、大会で、はい、チーム歌い手として出させていただきまして、総合3位ということでございます、はい、ありがとうございます。はい、まあ、すごいね、豪華な方々の出演もありましたし、まあ、とにかくその視聴された方の数もすごかったですね。もうなんか公式放送とかも、もう何万人ですか、うん、4万人とか6万人とか。反響がすごいのないの、なんの、うん、いやでもなんかあの1ヶ月間、練習した1ヶ月間、うん、無駄じゃなかったと思いたいね。なんかあの部活動みたいだったよね、本当に。うん、部活みたいだった。決まった時間に、じゃあ今日もやるかっつって集まってやって、うんうん、なんかダメなとこはダメだよって言って、いいかったとこはむっちゃ褒めてみたいなのをして、うん、部活だったな。なんかもうだからレイジレギオン道場カップの砂を持って帰った。ああ、わかる、例えたいことわかる、言いたいことはわかった。うん、そうそう、砂持って帰ったわ。なんかそのでも、うん、e スポーツっていう意味がすごくわかったなっていう感じだったわ。あ、ね、なんかどうしてスポーツと呼ばれるのか、ゲームがっていう。そう、うん、やっぱね、うん、ちゃんと
なんだろうな、まあ、媒体がゲームっていうだけだから軽視されがちだと思うよ。うん、でもちゃんとやっぱりその努力は、まあ、やったらやった分だけさ実力として出るし、うんうん、あのチームワークっていうところではやっぱ人間の関係値とかやっぱ連携っていうところは日々積み重ねないとさ良くなっていかないじゃん。うんうん、だからやっぱね全然もうスポーツでしたね本当に。スポーツだったな。うん、なんかでも大味噌フル回転すごいね。緊張がすごかったけど、うん、はい、やり終えた後は楽しかったなーって。いやーね、だったね。うん、悔しかったし面白かったしって感じだったなやっぱ。うんうんうん、なんかさ後々見れば見るほど、うん、いややっぱこここうしときゃよかったなっていうのむっちゃ出てくるんだけど。いやそうなんよそうなんよ、ね、うん、むっちゃ出てくるんだけどなんかでも総合して楽しかったからいっかっていう、まあ、ね、次もし機会があるんだったらその時ダメだったとこもっと頑張ろうとかさ。うんうんうん、またなんかねあったら嬉しいですよね、うん、ね。でも寿司とか来そうやけどね。寿司マスはいやプレデターってほんと数むっちゃ少ないやろ。うん、まあそうだね、うん、そこにおる時点でもうよね。どこ、何、うん、世界行くの。世界、え、世界目指したい。いや私はあの、うんうん、趣味でやらせていただいてるものなので、うん、おかしいな、さっき世界目指す言うてたんやな。趣味で世界を目指している。趣味で世界目指すってなんかそこから突っ込んでいいんそれ。それ割とガチでやってる人にちょっと全力で謝りにいいかな。いや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 、いや趣味で世界目指させてもらえます。まあ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 最近そう。クルちゃんはどうですか。むしろクルちゃんの活動は。活動？あでもね、はい、最近あれですよ、歌ってみた動画いっぱい出したりとかね。はいはいはい。あとはあの参加させてもらってるパラドックスライブ、うん、のフォース CD、うん、プライドが出たりとか、はい、結構活動的になりつつはあるけどもまだまだって感じ。でもなんか今こんな時期やしさ、自宅でみんな何かこう楽しいことを探す時期じゃないですか。そうですね。そう、でそのみんなの楽しいものになれたらいいなと思うわけですね。そうですね。ちなみに最近のツッキーの活動の方は、怖がらず、はい、まあ僕はですねこの間発表しました、天月幕張メッセ 2days 生配信が決定ということで、はい、今月、8月29日と30日にですね、うん、以前、中止として告知させていただいた僕のその 10th アニバーサリーライブがですね、29日がラブ&ポップ、翌日30日がロック&クールということで幕張メッセから、2days、無観客ライブの生配信が決定しました。ありがとうございます。どういう感じになる。それはなんか モニターを、はい、そのなんか映してやるのか、はい、もう本当に客席にカメラを置いて、はい、なんかほらよくさライブ DVD の映像みたいなのあるやん。ああいう感じで映るのか、はいはいはい、もう客席から一点のこのカメラワークで映るのか。いやもうちゃんとこうカメラ何台も入れて、DVD みたいな感じの。そう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 。ああ、はい、おおもうがっつりしっかりな感じやな。そうですね。楽しみたい。配信サイトさんは、うん、あの E プラスのストリーミングプラスっていうので、まあ、チケットは絶賛発売中ということで、ぜひとも皆さん、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。うん。うん、ロック&クール、ラブ&ポップ。うん。難しいな。どっちもいいな。あでもな。曲な。次可愛いの書いてるけどな、いっぱいな。まあでもロックの曲も作ってたんですよ、いっぱい。そうだね、個人的にはロッククール派かな、うん、おおなるほどね、うん、個人的にはね、はい、いいね、見ていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、気が向いたら買わせていただいて。なんだよこの空気。どういうこと、どういうこと。でもなんか安いんよねチケットは。3000円ですね、はい、うん、なんか普通のライブであの規模だと5000円とかするイメージあったから。まあそうですね、5、6000円とかしちゃいますよね、うん、ね、いけ、はい、そうですね。え、話すの下手もしかして。じゃあここ1ヶ月しばらく人と話してこっかったから。えぐいって会話の仕方、ね、そうですよね。
長年ラジオとかやってた人とは思えない返してもらったけど今いやあかんない、逆に慣れすぎててあかんのかもしれん。ちょっと今あちょっとオンにするわ。オン、はい、オン、はい、じゃあですね、まあ、改めて一回中心だった。あ、そこからそういう話からする。いや気になる。そうそうそう、あ、いいよいいよ、はい、どうぞ。やっぱ聞きたいやん、どんな思いがあるんかなとか、やっぱこう、スキーもスタッフさんもいろいろ考えてくれてるような、どんな思いがありますか今は、はい、実際。いやまあちょっとやっぱどうしてもやりたかったっていうのが本音ですね、本当に。なんかいっぱいいろいろ考えたし、うんうん、今回に関してはその一日だけで終えれるテーマじゃなかったんで、うん、でこれができるっていうのもさ、そういう今までそのまあ可愛らしい曲とかから、かっこいい曲までたくさん作ってきた積み重ねがあるから、もう2つに分けてもライブができるぜっていうぐらい、やっぱそのちゃんと皆さんに支えてもらった歴史があるから、こういうのを挑戦してみようっていう気になったし、うんうんうん、だからやっぱそうですね、なんかたくさんの方が、僕だけじゃなくてたくさんの方がこう準備してくださった期間もあったんで、やりたいなという思いで今回告知させていただきました。なるほど、ありがとうございます、はい、やはりこのスタッフさんの思いと天月さんの思いが今一つになって再びネットに帰ってくるということでね、一度は中止になってしまったこの10周年というめでたいワンマンライブ、ネットで皆さん見れますので、ぜひぜひ3000円で買える、見れる、お得。わー、そして気になる内容ですが、どんなイメージなんですか、ざっくり教えてください。まあセトリが、まあ、半分くらいかな、まあその結構の内容は違うので、おー、はい、これなんかこう MC のとことかで茶番とかしたりすんの、その動画でこう、うん、なんかおもろい人笑い起こすみたいな、そういう系のはあったりするの？そんなのある、そんなのある。あるよ、ふふふふんとかさ。それもうふわふふふんだからじゃん。あーそっか、あとなんかほらあれ、あのチュールのやつとかもさ。あーそうね、そういうのやってましたね。そう。いやまあ僕は結構ちょっといろいろネタはもちろんありますよ。おお、もう開幕から用意されてますからネタは。あー開幕から、いやまあじゃあわしちょっとネタ好きなんでね、ネタ好きも楽しめるということですね、つまり。はい、そうですよ。あーありがとうございます。多分、うん、ありがとうございます。はい、改めて今チケットは絶賛発売中なので、8月29日ラブ&ポップは9月1日の20時まで、翌日30日ロック&クルは9月2日の20時までが、チケットお手に取ります。なんで公演後も一応ね、見たかったなって人とかは買ってもらえればアーカイブがチェックできるということで。あ、すごい、はい、それむっちゃすごいな。やろ、うん、それ最先端行ってるよ、まあ、時代の最先端を行く天月、まあありがとうございます、まあ、ぜひおうちで安心して天月天才アニバーサリーライブファイナルラブ&ポップロック&クールを無観客ライブね、楽しんでくださいということでね。はい、楽しませていただきます。はい、まあ、というわけでこの後は、まあ、エンディングでございます、最後まで聞いてってください。黒月のわがままラジオかっこかり、明日は黒月のわがままラジオとつけてね、コメント待ってます。はい、というわけで第10回黒月のわがままラジオ、YouTube から、お久しぶりに、1ヶ月ぶりぐらいですかお届けしましたが、どうでしたかということで。はい、なんかもう喋りを忘れました。はい、毎回忘れてない？大丈夫？はい、毎回忘れてます。思い出して、で後半温まってきたぐらいにいつも終わるんですこのラジオ。自分してます。じゃあ、まあ、次はじゃあもうちょっとなんか短いスパンでね、また例えばまたあとゲストの方をね、また呼んでみる、ね、あ、ゲスト呼ぼうよ、呼ぼう、うん、なんか皆さんぜひぜひコメントにまたこの人この人っていっぱい書いて、もういっぱいいっぱいいっぱい、よく最近あるなんか生放送とかな、わしらの生放送とかもそうやけど、関係ない方の名前出さないでください、言うてもここなら自由に出してもらって、こういうタイミングよ、このタイミングでバンバン出してもろって、OK、僕らが求めてるタイミングなら言っていいよ。そう、ごめんな、自分勝手で。そんな感じやな。はい、はい、というわけでですね、この番組の感想などは動画のコメント欄にチャンネル登録、高評価、通知登録、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。合わせてこの番組ツイッターも、よろしくお願いします。ツイッターでつぶやく際はハッシュタグ黒月のわがままラジオとつけてください。ちなみに個人情報などは絶対に、もう絶対にコメント欄やツイッターには書かないでください。なぜなら危ないから。本名とか電話番号とか住所とか書かないでください。なぜなら危ないから。
はい、ネットリテラシーを持って。ネットリね。ネットリ。ネットリテラシー。気をつけましょう。では最後にお知らせをよろしいでしょうか。あーまあああれですね、最新の動画で言えば、怪物さんをですね、クロちゃんと2人で歌わせていただいてますので、そちら YouTube に上がっております、はい、ぜひともよろしくお願いします、はい、お願いいたします。そしてですね、はい、私去年一昨年に、あ、今年も去年と同じく、あ、ちょっとすいませんね、日本語が、えっ、今年も去年と同じく、スイーツパラダイスさんとコラボすることになりました。やっ、大盛り上がり。詳しくは黒猫のホームページや、ツイッターなどをご確認ください、はい、そしてですね、VTuber 黒木夏目としても活動しておりますので、ぜひぜひそちらのツイッターもフォロー&チェックよろしくお願いいたします。はい、あん、次だぞ。はい、まあ僕はですね、まあ、サブチャンネルの方もよろしくお願いしますっていうのと、まあ歌以外もゲーム実況などいろいろやっております。声優活動も含めて、ぜひともよろしくお願いします。動画で言えば、千と千尋の神隠しの主題歌である命の名前のカバーなんていうのもさせていただいておりますので、ぜひともよろしくお願いします。あと、舞台刀剣乱舞で今の剣役のですね、大平俊也さんのデビュー作品に僕がまた新曲を書き下ろさせていただきましたので、ぜひともチェックしてみてください。あとはまあその先ほど言ったんですけど、無観客ライブ仮メッセでツデーズあるぞというのがチケット発売中です。よろしくお願いします。詳しいことは僕のツイッターやオフィシャルサイトをチェックしてください。それではお別れの時間となりました。ここまでは天月と、まあ気になるね、誰かっていうのがね、誰だよこれ黒猫でした。はい、じゃあ次回第11回にお会いしましょう。最後はですね、じゃあ好きな夏の食べ物を言ってからお別れしましょう。もうこれ揃ったらすごいでございますか。夏の食べ物、はい、そうですよ、夏だなって思うものでいいんじゃないですか、自分が食べて。あ、分かった、いいよ、はい、はい、いきますよ、うん、せーの、せーの、夏限定で出るタリーズのタピオカ、バイバーイ、バイバーイ、次回も聞いてねー。ね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 。